こんにちは、粟田洋介です。今日はマットフレームを作るときに使うボードの種類とその厚さについてお話ししたいと思います。以前にマットフレームの作り方の動画を2本作ったんですが、そのうちの1つの動画でいただいたコメントで、マットフレームに使うボードの種類とその厚さについて質問を受けました。確かにそれは必要な情報ですよね。なのでそれを動画にすることにしました。はじめにマットボードというのは、こういう厚い紙の真ん中をこうくり抜いて額に写真とか絵を入れるときに使うものです。これ昔私が作った版画なんですけど、こういう感じでガラスがあって、その間にマットボードが入っていて、その裏に絵が挟まっていて、それでこの額に入れるっていう感じですね。マットボードを使うと、この厚みの分ですね、作品とガラスから距離を取ることができるので、作品が直接ガラスに当たらなくなります。それからその見栄えも良くしてくれます。マットボードの作り方が知りたい方は、さっき言った別の動画で作り方を詳しく紹介していますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になってください。そのマットフレームに使うその厚紙、どんな厚紙を使うかというと、私はイラストレーションボードを使っています。でも専用のマット台紙というものがあるそうです。ただ私がイラストレーションボードを使っている理由は、画材屋さんに行った時それしか見つからなかったからです。で、使ってみたら普通に切れてマットボードとして使えるので、ずっとそれを使っています。で、この紙の種類なんですが、これたまたま私はお店で見つけたので、このメーカーのこの種類を使ってるんですけど、紙の種類はタントというものです。厚さは 1.5 ミリと書いてありますね。でこのタント両面って書いてあるんですけど、多分厚紙にタントという紙が両面に、片面この色で、もう片面はこの色のタントという紙が貼ってあります。両面違う色なので、色を選んで使うことができます。色の種類も結構あります。ケントっていう紙もあるんですけど、それもいいと思います。ただお店で見つけたいろんな色のあるイラストレーションボードがタントという種類だったので、これを買ったということです。で、今タントとケントって言ったんですけど、それ以外の種類の紙でもいいと思うんですけど、なんでこれにこだわるかっていうと、紙によってはマットを切った時にこういうところがボロボロに、ここが綺麗にスパッと切れないで、こういう風に削れてなってきちゃう紙もあります。多分この紙が柔らかいためだと思うんですね。タントっていう紙で切ってこういう風になったことないんで、これは間違いないなと思って使っています。もしもそのマット台紙っていう専用のものが入手できれば、それを使ったら間違いないんじゃないかと思います。あと厚みについてなんですが、私は 1.5 ミリというものを使っているんですが、ちょっと調べたんですが、マットフレーム2ミリから3ミリぐらいっていうのがなんか普通みたいですね。私もこのマットフレーム額に入れてて思ったんですけど、最低 1.5 ミリぐらいはあった方がいいんじゃないかと感じています。で、2ミリとかあるとなおいいんですけど、 1.5 ミリを使ってる理由は、まあギリギリそのぐらいあるといいなというのと、イラストレーションボード、まあ他の紙もそうかもしれないんですけど、分厚くなればなるほど値段も高くなるので1ミリだともっと安いんですけど、それだとちょっと薄すぎる気がするので、 1.5 ミリを私は使っています。ただこれ厚ければいいってもんじゃなくて、2ミリとか3ミリよりも 1.5 ミリの方がいい場合もあって、それはこの額ですね。この額のガラスとか外した時に、ここに溝がありますよね。この溝の高さがどのぐらいあるかにもよると思います。ここにガラスを入れるじゃないですか。ここにガラスを入れて、で、この作品とマットフレームですね、これは 1.5 ミリだと思います。で、ここに 1.5 ミリのマットフレームを入れますね。そんで、額のこの裏の板ですね。裏の板を入れた時に、この額だと、ここがギリギリなんですよ。なので、もっと厚みのあるマットフレームをここに挟んだ時に、ここが盛り上がりますよね。もうすでにこれ盛り上がってるので、多分ですけど、これ絵を入れるための額じゃないかもしれないんで、この高さがちょっとあんまりなくて、なのでこんな感じになってると思うんですね。そういう額に入れるときに
あんまり厚手のマットフレームを使ってしまうと、ここが閉まんなくなってしまいます。まあ額によってはちょっとここにすごい余裕があって、蓋する前に段ボールとか発泡スチロールの板がついてるやつもありますよね。なのでその額によってこれがあんまり厚くない方がいい場合もあります。ただあんまり薄いとこの作品がちょっとたわんできた時に、モニョンってなってきた時にガラスに当たっちゃうので、まあこの 1.5 とかあっても当たっちゃう場合あるんですけど、あんまり薄いともっと当たる可能性が増えてしまうので、まあ 1.5 ミリが薄さのギリギリかなと私は感じています。ということで今回はマットフレームのそのマットの種類、それから厚みについてお話ししました。先ほどもお伝えしましたが、マットフレームの作り方が知りたい方は概要欄にマットフレームの作り方の動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。